ということで、千葉鑑定団湾岸七島店さんに来たんですけど、今日ずっと前からありがたい話で、シャケさんと対決したい、対決したいって話しかけてくれる超常連さんのスカイさんとついに対決企画をしようかなと思ってやってきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。毎回景品をなんか3袋ぐらいパンパンにしてそんなことない持って帰ってて、取れるものはとことん取るっていう。ルールがあと3回勝負で1000円使ってどっちが早く取れるか、はい、1000円超えたらもうおしまいで。わかりました。一応僕が配信者さんってことで、配信者さんってことで全部一応僕が先行で、シャケさんの動画で育ったんで、はい、ありがとうございます。ついに、はい、下克上というか師匠超えをできればなと、はい、まあ子は親を超えるっていうんで、そうです、うん、アニメとかだと付き物なんで、確かにそうですね、そうですよね、ナルト、確かに。でもそうですもんね。多分デクはオールマイトの全盛期は超えられないですけどね。あれは強すぎ。あれは強すぎ。あれはやばい。1個目、有馬かなちゃんからでいいですか。はい、大丈夫です。ブースあるんですけど。いや、どちらでも。全然違いますよ。足幅が広い気がしませんか。絶対左で。ここまず立たせるっていうのが。立つかどうか、試したいですね。これ、普段、ツールとか。ブースあり、そういうのあり。このミスなら、立てば。なんとかなる。いや、それは。これ、2手ありましたよね。あります。でも2手で仕留めきれなかった弱さもあるんですけど。重心がちょっとわかんないんですよね。あ、めっちゃ頭だ。違ったら やばいけど。あ、ダメだ。ちょっと初見していいですか。頼む。まず立つか。あ、バランスキャッチでやって頭重たいんで。ここのお店でも BC すると、はい、あんまり取れないんですよね。あ、マジですか。離すところが手前なんで、結構こう手前に来ちゃうんで。本当だ。BC あんまりおすすめしないですね。あ、おかせなんですね。なんか。奥移動奥でしたね。悔しいですけど、味覚得。それで、ね、取れるかもしれない。今私に、一応希望を持って、希望を持って。あー、いい形。一応これで、スカイさんに。一応僕の結果としては、味覚得。これ取り切っていいですか。いや、悔しい。一応スカイさんも味覚得だったら引き分けって感じで。わかりました。地獄だな。これ、完全なる地獄です。セロハンテープ上戦法で、うん、これ回りそう。おお、なんかイメージとはね違いましたけど。動きますね。あ、動く。1000円で取ればいいだけです。よろしくお願いします。ちなみに緊張しますか。めちゃめちゃ緊張します。やります。寄せ強めで、はい、これで立てばなんとかなると思うんですけど。うわ、ますね、僕と逆ですね。逆ですね。とりあえず奥を描きたいんで狙います。ガン寄せで、はい、あ、これは無理かな。確かにちょっと寄せすぎちゃった。ここから修正していくかって。あ、最悪のパターンだ。これから寄せれば多分止まんなければ。お、止まんないですね。止まんなければ、これだったら左アーム入んないんじゃないかなと思うんですけど、入んないですね。おー、すごい。最近はこの寄せ方が多いですね。こっちも描きたいですね。修正で、あ、これ多分かわすんで。うまい。でバー止めて、これでいい動き出れば、あ、よく出ますね。やばい。意外と難しくて、はい、変な動きしちゃう時あるんですよ。まっすぐ上げるか悩みますね。片編み地に流行ってますよね。これだと多分手前のピンクのバーと、はい、手前の銀バーの距離がちょっと遠いんで、はい、片編み釣りすると距離が長ければ長いほどうまく釣り上がってくれないことが多くて、読売ランド駅前から読売ランドまでの距離ぐらいあの距離ぐらいで通そうそのぐらいですか。結構遠いですよ。ちょっと優しめに、はい、ちょっと下角持ってみようかな。少し上がってくれれば。あ、いいですね。うまい。まっすぐ返していいのかな。だから有望点なんでちょっと進んじゃうんですよね。あ、ぬるっていきますよね。そうなんですよ。でもカットより手前入ってるんでこれでいけると思うんですよね。おー、押しちゃダメですよ。あ、
女の子だから。おお、しっかり押さずに。いやすごいっすね。ちょっと1個目負けたんで7点。ビミルとかどうですか。かっこいい。なんとなく右ブースは右アームで立たせる。ブースで変えるんですか。まあ本当なんとなくです。よし。あーいいですね。これ勝っていいですか。これ2機あるな。リムルさんは出てたらいいですね。一番嫌じゃないですか、これ。ちょっとこれ意外と嫌っすね、このバラシ。まあいろいろこっからやるやり方もあるんですけど、奥にパタンって倒すのが一番いいですね、はい、おそらく表重心なんで、動き的に表重心なんで、多分奥に倒した方が倒れやすいかなと思うんですよね。教わっちゃってるけどいいですか、今完全に教わってましたね。これは本当に重心うんうんじゃない時があるんで。そうですね。待って、教わってるんですけど。寄せマックスなんですよね。すごいっすね、今の動きで分かったんですか。完全に耐え切りました。おお、6点。お願いします、はい。まあ、さっき左に立たせたじゃないですか、はい、やっぱ同じ取り方しても高校なんで面白くないんで、やっぱ逆でいきたいと思います。なんか同じことしたくないなと思って。あ、気持ち分かります。同じことして取っても勝った気しないんで。これでまあ手前かければいいんですけど、ちょっと攻め攻めで、はい、ねじれがちょっと攻めすぎたですね。倒れてる。危ねえ。本当表重心ですね。これでねじれてくれれば、はいとか入りましたね。めっちゃうまい。ワンチャンこれで取れれば。あ、取れるんですね。いやでももうあれですね、左に立たせないですね、やっぱり。さっきなんかかっこつくて言ってたんですけど、採点性も大事ですよ。でも表重心なんですけど倒れましたね。個体差もあるのか。個体差なんですかね。あとは寄せすぎたのかも。寄せ甘い時がいい時もあるんで、やってみないと分かんないですよね。うまい。これでバーテンシーで今度奥がかけるかどうか。あ、なんか答えが違いますね。倒したいんですけど、あんまり良くないかもしれないですけど、でも行くしかないですね、これで。そう、肘で倒れてくれれば。うわ、うまい。なんとかいけるかな。あれ、さっきさん何点でしたっけ。6点です。 6? 俺も7点です。もうちょっと軽く本当に触るぐらいで返せれば。軽く触るの多いですね。優しく、優しさ。バファリンだ。ふわっと。あー、これやっちゃうんですね。ショッカー、奥乗せできればいいんですけど、多分奥乗せしにくいんですよね、このお店。あー、初期の方がいいような気もするんですけど、一回奥乗せできるかやってみたいんで。やってみたいですよね。やってみたいです。めっちゃわかります。多分奥ギリで、もうこれ多分限界。めっちゃいいとこ入りましたね。これ以上奥はいけないんで、なんないですね、やっぱり。箱変えてもらったって感じですよね。箱を変えてもらいました。ちょっと個体が良くなさそうだったんで。なるほど。バークロスしちゃいますね。まだでもやってないですね、バークロスは。これも良くないですね。あー、というか1000円使ってみますか。せっかくなら取り切るとこ見たいですね。これね、奥書かないってことは、ちょっと寄せ甘くしてちょっと角度つけたいんですよ。たぶん角度、さっきやった時に斜め45度ぐらいに角度ついてたじゃないですか。ついてました。それでかけたんで、もしこれで角度がつかないですね。重心問題ですね。さっき表ででも行きましたからね。これもう限界ですね、奥ギリギリで。うまい。さっきよりはいいです。ちょっと軽く触ってあげれば、ちょっと撫でてあげる感じで。うわ、うまい。なんとか、いや、ちゃんと取り切って。きついっすね。でもまあいい勝負じゃないですか。1対1。これカカシ先生とかジライヤやばいっすよね。めちゃめちゃクオリティ高いっすよね。荒木先生が作ってるんで。有名ですか。めちゃめちゃ有名ですね。もう言わずもがなっていう有名な勝負。ごめんなさい。わかりますか。調べます。ごめんなさい、そう、勉強不足です。すいません。すごいクオリティですよね。久しぶりになんかクオリティ高いの書いてきました、ね、市販レベル。ということで僕からいいですか。絶対勝ちます。じゃ、またなんか右ブースはなんか今日の傾向的に右アームで左
左に立たせるのがいいかなと思って。それ考えたことなかったっすね。あれ他の人結構大事だと思う。他の人の動画でなんかこうブースあったら、右は右アームで左は左アームでっていう動画を見て、それからそれ意識するようにしてます。そうなんですか。はい、じゃあこれでゲットです。これはいった、完璧。あ、これでギンバ乗ってますか。意外と寄せるんですね。これミスりました。前もって言ってきます。あ、これね結構ミスりました。やばいと思ってます。めくっちゃう。でめくりそう。ね、これはミスりました。本当にあえてバーオクで、もうなんならめくれてもいいかなぐらいでバーオク。うまくできれば斜めに。そうですよね。そうですね。一応これ狙ってました。ああ、でこれです。もうガンガンに寄せるんです。裏重心と勝手に信じてこっち側に。これさ、体を復活しましたね。これはいったでしょう。あ、これ肘でもう縦向きに来ましたね。来ない時はこれで。そうですね、なんかこうなったらもうギャグとしかないですよね、取るなら。すみません。あ、終わった。はかな。これはかな。はかな。これダメでしたわ。はかな。よろしくお願いします。取れたら勝ちですからね。自分は左に立てます。やっぱ違うことしたいんで。まあ現に僕失敗しましたしね。右立てが正解の可能性もあるんで、それをちょっと信じて立ちますね。ちょっと甘めっていうのはやってないんで今日。ちょっと 甘いってどうなのか。うわ、これだ。僕は罠な気がするんですよ。本当に罠な気がするんですよ。これは多分あえて縦に持ってった方がいいような気がするんですよね。奥が広すぎて、せっかく奥乗せても積んじゃうってことがあると思うんで、こっちの方が無難かなっていう感じで。うまっ。そうですね、こっちの方がいいですね。ちょっと攻めすぎたっすね。惜しいっすね。これだと後ろ入るかな。あ、でも後ろちゃんと取れればいけそうですね。これぐらいでちょうどバーに止まるぐらいですかね。あ、これででも綺麗に後ろに入ってくれると思うんで。修正がうますぎる。あ、これかなり気まずいですね。これで奥倒れてくれればチャンスの形になると思うんですけど。あ、いける。すればいいですけどね。そう、ちょっとやばいかもしれないですね。ちょっと僕はこれやめないです。奥に行っちゃってもよりきつい。あ、そう、ここ、これで行ってくれれば来た。あ、でもこれは帰らないですね。あと200円ですよ。でもってことは一回手前持ってはめちゃった方がいいのかな。これでちょっと手前を上げてはめてくれれば。来た。これが増えて問題かもしれないですね。ちょっと角度つけすぎましたね。下から持ってないんでダメですね。これは普通に履かなかったっすね。対決ありがとうございました。ありがとうございます。一応引き上げって結果になっちゃって、まあ、多分見てる人はスカイさんの方が上手いじゃんって言ってると思います。そんなもん緊張で、緊張でアームコントロールが全然できなかったんで。またちょっと対決しましょう。よろしくお願いします。最後このナルト君を二人で考えて攻略しようかなって感じで。そうですね。これ答えなんかな。今聞いてたんですけど、はい、造形師さんとナルト同じポーズしてますね。どうした。今のところ完璧です。もうちょい深く入ってほしいけど。自分はここから縦跳ねに乗ってって縦出ちゃいましたけど、縦良さそうでしたね。良さそうでしたね。こんな感じ。一応それで素直に話してくれるはずなんで。素直に話らない。ちょっと大きいの怖かったんで寄せ甘くしときますか。もう詰め入れた方が良さそうですね。なんか立とうとしちゃうんで精神が。これでちょっとだけ右寄せました。これならほぼ両爪なんで。そうですね。おー、すいません。ありがとうございました。攻略できました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。